1758年のルイブールの戦いは、フレンチ・インディアン戦争中に、フランス支配下にあったルイブール要塞を、イギリスが攻略した戦いである。これにより、イギリスは、セントローレンス側への航路を確保し、翌1759年のケベックへの侵攻を、可能にした。ジェフリー・アマースト・ケープ・ブレトン島の要塞の町、ルイブールは、 オーストリア継承戦争期間中の1745年にイギリスの後押しを受けたニューイングランド植民地の兵に侵攻されたがアーヘンの和訳でフランスに返還された。これによりイギリスのカナダ征服の野望が後退した。1758年、ルイブールのフランスの中屯部隊はわずか3000人だったが、この年の早春にやがて起こるであろう。 イギリスの奇襲に備えて、港を守るために、5隻の軍艦が来た。同じ1758年の5月下旬、エドワード・ボス公園提督率いるイギリス艦隊が、ノバスコシアのハリファクスから、ルイブールに到着した。ボス公園と、陸軍の指揮官、ジェフリー・アマースとは、上陸の計画を練った。一方、ルイブールの総司令官であるオーギュスタン・ド・ボシェンリド・ドリュクールは、 イギリス側の企みに気づいており、上陸組織と法への交戦の準備を進めた。ルイブールの東大ルイブールのガバルス湾岸には残豪が掘られ、法床が据え付けられていて、港には5隻の戦闘準備を整えた艦隊がイギリス軍の接近から港を守るように配備されていた。湾の沖合に停泊したイギリス軍は、 悪天候のため上陸を見合わせていたが、6月8日、順庄のジェームズ・ウルフ指揮下の軍が上陸に踏み切った。ボス公園の艦の大砲が、この上陸の援護射撃を行った。フランス軍の防御は凄まじく、ウルフ軍の船は退却せざるを得なかった。しかし退却の際、大きな岩の陰に、上陸するのに、手頃な場所を見つけた。この場所は、 ガバルス湾の淡水の入り江の近くで、ケニントン工部と呼ばれ、ルイブール国定史跡の一部となっている。上陸したイギリス軍は、側面と背後から、フランス軍を攻撃して、ルイブールの要塞へと退却させた。フランスがかなり目を光らせていたが、イギリス軍も、物資や大砲を陸揚げして、町の方へと進軍して行った。ウルフは、港を包囲し、 灯台のあるライトハウスポイントを奪うよう命じられ、1220人の兵と共に6月12日にライトハウスポイントを占領したこの場所に砲台を築いて港を射程内に収めることができたのである。ジェームズウルフ1758年当時のルイブールの地図6月19日、ルイブールへのイギリス軍の砲撃が始まり、フランス軍との砲撃のやり取りが続いた。 7月1日、町からのフランス軍の出撃を撃退し、ウルフ隊はドーファンモンを見上げる、小高い土地を占領した。ここからは、町や要塞への砲撃は容易であった。フランス軍は、日が経つにつれ、大砲が使い物にならなくなり、要塞が攻め込まれていった。ドリュクールは、最後まで粘るしかないと考えていたが、7月19日、フランスが、イギリスの防御を破って、 包位戦の一部を破壊した。そして、兵のうち28人を捕虜として連行した。この損失も、イギリスの砲撃の前には、ビビたるものだった。7月21日、イギリスの砲台の九砲の砲弾が、港にいた軍艦、ラントルプレナンを直撃し、艦が爆発した。強風のせいで火が回り、そばにいたカプリシエンスとスペルブも炎に包まれた。 フランス軍の状況は、その後2日で、さらに悪化した。7月22日、イギリスの48門の大砲からの砲撃が行われた。うち33門は24ポンド砲、または32ポンド砲だった。プリュダンから引き上げられた、大砲イギリスの激しい砲撃で、ルイブール要塞の中にある砦のキングス捕類と、クイーンズ捕類も破壊された。 7月25日、ボス公園は部隊を派遣して、2隻残った、フランスの軍艦を打破もしくは破壊するように指示を出した。港に滑り込んだ、イギリス部隊は、ビアンフェザンを打破し、プリュダンを燃やした。ビアンフェザンは、港の外に栄光され、イギリス艦隊のものとなった。すべてを失ったドリュクールは、翌日降伏した。7月26日、 フランスは降伏した。激しい戦いの後で、フランスは、ミノルカ島の海戦のように名誉降伏が与えられるのを期待していたが、アマースとはそれを拒否した。おそらく、オスウィーゴの戦いや、フォートウィリアム・ヘンリーの戦いの降伏の才能、フランスの同盟者である先住民の残虐な仕打ちが、彼の脳裏に生々しく刻まれているせいではないかと思われた。フランス軍は、 武器と、備品と、そして旗を引き渡すよう命じられた。このことは、ドリュクールを憤慨させたが、ルイブールの住民が、戦闘が終わることで安全に生活できるのであればと、不勝不勝降伏を受け入れた。カンビスの連隊は、降伏を受け入れるのを拒み、銃剣を壊して、連隊機を燃やした。それらが、イギリス軍の手に渡るよりは、こうした方がマシだと考えたからだ。 ルイブールの陥落はフレンチ・インディアン戦争の中でも大きな意味を持つものだった。イギリスは翌1759年にカナダの運命を決するケベック侵攻に向けセントローレンス川を制したのである。ルイブールでのイギリス勝利の知らせはデュケーヌ・トリデとフロンテナックの陥落のすぐ後にもたらされ、この勝利がその後のイギリス軍の戦闘に 急激な変化を与えることになった。ルイブール陥落と時を同じくして、セントジョン島も降伏した。また、デュケングは、この年の11月に、ニューイングランド植民地軍に占領され、ピットにちなんで、ピッツバーグと解消されることになる。ありがとうございます。